皆さんこんにちは、クラシックギタリストの高橋義太郎です。先日3月31日第8回目となります高橋ギター教室の発表会、無事終えることができました。発表会ですね、これまで2名だけの発表会と、生徒様2名だけの発表会ということもあったのですが、今回の発表会はですね、たくさんの生徒様、そしてたくさんのご来場のお客様と一緒に楽しい時間を過ごすことができました。そして発表会にはですね、今回ゲストとしてサックス奏者の及川めぐみさんにもお越しいただき、生徒様との重奏、そして私との講師演奏という形で発表会に花を添えてくださいました。本当にありがとうございます。発表会ですけれども、生徒の皆様、当日に向けて一生懸命練習してきた成果をですね、存分にこう発揮されて、本当に皆様素晴らしい演奏でした。で、その中でも私がちょっと印象に残っていることがありまして、やはりですね、本番のステージでうまくいったりいかなかったり、いろいろあるんですけれども、私より年上の生徒様で何名か人前に出るとですね、こう手が震えてしまったと、でなかなか思い通りいかなかったと、で悔しいという生徒様がこう何名かいらっしゃったんですけども、それを見てですね、もちろん本人は悔しいと思うんですけど、私は素晴らしいなって思ったんですね。で どういうことかっていうと、その緊張できるステージに立てると、でそこで緊張できるというのがいくつになってもできるということが素晴らしいなって思ったんですよ。世の中見ると、ある一定の年齢以上、例えば会社勤めが終わった方とかいうのを見ますと、世の中ね、朝起きてずっとテレビを見て、酒を飲んでぐだぐだ過ごして、で毎日を終えると、ね、特に刺激もこうないような生活を送ってる方っていうのは結構いると思うんですよ。一方ね、そうやってギターを習って、それでこの日の発表会に向けて頑張ろうと、そして発表会でね、うまくいくんだろうかという感じでドキドキしながらその時間を過ごすと、そういう刺激のある生活と、どっちがいいんだろうかと、もちろん価値観にはよると思うんですけども、やはりね、そういういくつになっても目標を持って生きて、そして緊張感を持って生きると、張りのある人生というのが送れるというのは、ある意味かっこいいなというふうに思いました。ですからこうギター、まあ、何でもそうなんですけども、ギターに取り組むと、そうやってね、張りのある人生、そして新しい人たちとの交流というのが生まれますので、本当にね、こう人生が楽しくなりますので、楽しい人生を送ってみたいなと、何か楽しいことをしてみたいなという方はね、ぜひ当教室までお越しいただければなというふうに思います。そして私自身ですけれども、もう息つく暇もなくですね、5月11日のコンサートに向けて練習をね、していきたいなというふうに思っております。当日はね、本当に皆様にご満足いただけるような演奏をするように頑張りたいと思いますので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。そしてですね、まあ、今後しばらくの間ですけども、当チャンネルでは、今回の発表会の演奏の中何曲かね、動画をアップしていきたいと思いますので、そちらの方もぜひご覧ください。それではね、今後も当チャンネル、そして高橋ギター教室、そしてコンサート、ね、ぜひ皆様ご覧いただき、足を運んでいただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは、さようなら。